久保さん、だいぶ暗くなってきましたね。はい、今回ね、ゴッホの例え話が非常に分かりやすかったなと思いますね。だからなんかね、絵って、あ、そうだ、まあ今回ゴッホが出たんで、あの人の話にしよう。名前なんだっけな、絵描きさんの名前なんだっけな。すいません、絵描きさんの名前思い出してタイトルにつけておきます。その絵描きさんね、まあ話しながら思い出すかもしれないですけど、でその絵描きさんっていうのは何かっていうと、僕はねその話を聞いて、あ、すごく感銘を受けたんですね。すごく感銘を受けました。でその人の絵描きっていうのは、絵描きさんの物語、人生っていうのはどうだったかっていうと、いきなり無性に絵が描きたくなったんですよ。で全部家族も全部捨てて、俺は絵描きになるっつって、絵描きになったんですよ。で絵描ゴーギャンだ、すいません、ゴーギャン出てきましたね。ゴーギャンさんの物語、まあゴーギャン展とかも今あったり、たまにあったりとかするのかな。そのゴーギャンさんっていう人は、その本当にもうなんだ、絵に没頭したんですよ。もうぼっと。でゴーギャンさんもね、飯食っていかないといけないんで、一応なんだ、路上で売ったりとかしてたらしいんですけど、でもその面白くて、なんか 街中で通る人が、すいませんこれいくらですかと、でゴーギャン言うわけですよ。もう描いた絵には興味がねえ、ゴーギャン言うわけですよ。えゴーギャンどうやって飯食うのって話なんですけど、描いた絵には興味がない、持ってけみたいな。そうで、ゴーギャンはもうずっと生涯孤独に生きて死んでいくらしいんですけど、ただゴーギャンの人生をその見た時に、まあそのね、加賀田先生っていう人がそのゴーギャンの話をしてて、あ、生きるっていうのはこれが一番最高の幸せなんだなっていうのをゴーギャンのその人生から学んだみたいなこと言ってたんですね。で僕は初めてそれを加賀田先生っていう人から聞いたんですけど、そうで、そのゴーギャンの生き方って何かっていうと、その何もかも捨ててでも自分が没頭できるもの、無我夢中になれるものを見つけた時、人っていうのは本当に幸せを得られるんじゃないかなっていうところに、そのゴーギャンの生き方から加賀田先生学んだっていう話をシェアしてくれたんですよ。でも僕も久保さんもそうだと思うんですけど、もう撮った動画に興味ないんですよ。もう撮った動画に興味ないですよ。多分ね、久保さんも億万長者合宿のやり取りでもちょいちょい言ってますけど、もう見ないんですよ。自分が撮った動画って見ないんですよ。僕は編集する動画もあるんで、ファイナルカットとかで編集するときは何度も見返します。編集してるやつはね、それは見返さないと編集できないんで、どこでテロップ入れ、どこでカットするとかだ、それ見返さないとカットできないんで、それしますけど、ノン編集のやつに関してはもう完全、まあ、見返すことはないですね。自分の撮ったやつを、まあ興味がないんですよ。だから興味があるのって今なんですよ。今しか興味ないですよ。今撮ってるしか興味ないですね。だって今回ってるじゃないですか。だからもう撮り終わったらもう興味ないですよ。次なんですよ。だからこれがなんか正しいっていうわけではないですけど、その無我夢中に没頭する、そのまあその YouTube 成功するために YouTube だけやっとけみたいな話もしましたけど、なんだろうな、もう本当に何もかも忘れて没頭するっていうぐらい、まあ久保さんもそのサイトアフリエイトやってた時ももう没頭してて、あ、気がついた日、朝だみたいなぐらい没頭してたんですよ。だからこれがないと多分なんか無理なんじゃないかなっていう、なんか何かを意識して、例えばなんか時間がないからこれまでに終わらせないといけないってなると、あ、じゃあ手これで手抜いていいかなとか、なんかいろいろ考えると思うんですけど、もう時間もう関係ないみたい、もう寝るとかもう寝ることすら忘れてしまうみたいな、疲れたことすら忘れてしまうぐらい。だから僕動画撮ってる時に、まあ疲れてる時、疲れた、うわーとか言いますけど、モードに入る時があるんですよ。だから疲れててもあるそのゾーンに入ることがあるんですね。まあ今もちょっとゾーン入ってると思うんですけど、ゾーン入るともう全部が飛び去るんですよ。で全部が飛び去れて今に集中するんですね。今のこれに、そう、そのゾーンに入ると。だからそのゾーンに入れるかっていうのが結構大事かなと思いますね。多くの人がゾーンに入れないんで、何かを気にしてゾーンに入れないです。だからもう自分のもううわーっていうゾーンに入れないんですよ。周りを気にしたりとか、時間を気にしたりとか、人の目を気にしたりとか、その自分のゾーンに入れないですね。だからこれも撮影してる時に、まあその観光客の方とかね、中国人の方通ったりとかしてますけど、僕もね全く気にならないですよ。だってもう今撮ってるの
このその観光客の中国人の方に話してるわけではなくて、この動画に向かって自分でただひたすら喋ってるだけ、ここだけなんですよ。だからあんま気にならないですよね、まあ、通ったなぐらいですよ、だからまあそういう没頭できるものって大事かなと思いますし、まあ、そのゴーギャンの生き方からあなたは何を学びますかって感じですね、全部捨ててでもこれみたいな。だからその SNS やるにしても、これ Facebook がいいぞ、 Instagram がいいぞ、 Twitter がいいぞ、若者は Twitter だとかね、いろいろあるじゃないですか。でもそれも全部捨てて YouTube 一本張りするとかね、なんか全部捨ててでも、メルマガも LINE アットも全部捨てても YouTube みたいな、とにかく YouTube に注ぐとかね、 Twitter でもいいと思いますし、 Facebook でもいいだろうし、何でもいいんですけど、捨てて何かを、あの決断って、まあね、僕は言わなくても分かりますけど、何かを捨てて決めるわけじゃないですか。何かを捨てて決める、ゴーギャンは全てを捨てて絵を描くっていうことを決めたわけですよ。だからそういうものがないと、まあその成功だったりとか、何かを自分が得たいものを得ることっていうのは難しいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで久保さんの動画この後映しますので、よかったらどうぞ。お金持ちになりたいと思う人に朗報です。センスは特に必要ありません。もちろんですね、センスがあった方がお金持ちにはなりやすいんですけども、センスがなくったって大丈夫なんですよ。なぜならですね、これは非常に面白いことなんですけども、センスのない市場に対してセンスがない人が発信してもうまくいくんですよ、ね、例えばですね、市場がですね非常にセンスが溢れてて感覚が鋭くて一流のプレイヤーばっかりだっていうところにセンスがない作品投入してもそれは無視されますよね。でもですね、申し訳ないんですけども、あのゴッホのひまわりとかね、あるじゃないですか。67億円で落札されたと言ってます、あのゴッホのひまわりね、あれ欲しいですか？いらないですよね。67億っていうから、あ、67億なんかって言われますけども、あれがね、例えば小学校6年生の絵の展覧会の中に1個ポーンとあった時に67億払う気になりますかってことなんですよ。ほとんどの人はセンスがありません。ですんで、大した作品でなくても売れていく可能性は強いんですよ、ね、世の中に溢れているもの、実はですね、洗練されたデザインとかキャッチコピーってものばかりが売れてるわけではないんですよね。結果的に流行語になるものって、こんなものが流行るの？みたいなものが流行語になっているってことは結構あるんですよね。それは多くの人が、言ってみればあれですけども、センスの特に高くない人が使いやすいものがいいということにもなるんですよ。まあですんでね、まあ私の例を取りますと、自分で作った、それこそね、なんですかね、フォトエディターとか、フォトショップとかね、何も使えないですよ。何も使ってないですよ。何も使わずに適当に作ったアプリの画像をポンと載せて、サムネイル画像にしたりとかね、タイトルも自分で考えてるわけなんですよ。最大のセンスの磨き方っていうのは、量をやることではないかなと思います。自分だったらこの発信が当たるよねっていうものが見つかると思うんですよ。でもどっかの誰かが作ったセンスのあるキャッチコピーとかセンスのある画像をそのまんま丸パクリしたところで、そのセンスのある画像以上にはなかなかならないわけなんですよね。まあそういった意味でノウハウやセンスを追い求めるよりも、どん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 やった方がいいかなと思います。自分の行動の1000、2000、3000というものが、センすることによって1000生まれるんじゃないかなと思います。それがセンスなんではないかなと思いますよね。まあ冗談みたいになりましたけども、センすることでセンスがつくということで、お後がよろしいようで。